空が何であり、色が何であるかということをご存知ですか？全くわからないで、口先だけで、オウム返しで伝えているだけですね。で、オウム返しっていうのは、自分の言っている言葉の意味が分かってないということなんですね。たとえ空というあなたが言葉を使いましても、空が何であるかわからなかったら、知っていることにはならない。ただ空という言葉を発しただけで、意味は分かってない。これを無知というんですね。知らぬことを迷いというわけです。知ることを悟りというんですね。で、ここで今日悟るか迷うかということは、空とは何か、色とは何かということ、二つの意味が分かれば、皆さんもう悟りなんですね。知らない限りは迷いなんです。その空の意味と色の意味を分かっている人は悟った人、知らない人は迷った人という意味なんですね。空も分からない、色も分からない。色とは何か、空とは何か。それ意味がわからない、たらポカーンとした人生ではありませんか？言ってる言葉の意味がわかってない。言葉の意味がわからなくてもいいんですか？ただ語ればいいんですか？言えばいいんですか？言ってる言葉の意味を理解すればなりませんね。で、皆さんはこの空というものは何かというと、空のことを天と言ってますし、色のことを地と言ってるわけです。空は実相で、色は色の世界を実相世界と言いますか、仮想と言いますか。色は仮想で、空は実相という意味なんですよ。実相とは天なんですよ。仮想とは地なんですよ。で、我々はこの見える世界と見えない世界という言葉を使いますけれども、仮想は見えますけれども、空は見えますか？見える？その空の世界を見えない世界、見える世界を物質の世界と言ってるわけですよ。すなわち見えるものっていうのは見えないものの仮の姿なんですよ。ということは、初めに見えるものがあるのか、初めに見えないものがあるのか、これを徹底的に識別せねばなりませんね。空というものがなければ、見える世界というのは絶対存在。じゃあこの水も氷も実相ですか、仮想ですか？仮想ですよ。気体を冷やしますと何になりますの？液体になりますよ。液体を冷やしますと固体になりますよ。じゃあ空の自分と色の自分とどちらが本物ですか？空気がなくて、気体がなくて、液体や固体が存在できるんですか？できる？じゃあ固体の本質は即気体ではありませんか？どうですか？気体がなくても、初めに固体があるんですか？初めに気体があるんですか？初めに気体ありきですよ。この液体も固体も気体がなかったとすると存在することはできないんですよ。しかし残念ながら皆さん方は固体観念といって、この固体という肉体を自分だとほとんど見てるわけですよ。じゃあ固体はどうですか？実相ですか？仮想ですか？空は？空は実相世界で、色は、固体は仮想、空は実相となってますよ。じゃあ我は大気なり、我は固体なり。だから固体観念を捨てなければならないんです。じゃあ空の自分と色の自分とどちらが本物ですか？我は空なり、我は色なり。この氷というものは空の仮の姿なんですよ。原点に帰るというのは、空はすべての原点なんです。じゃあ空のことを地というんですか、天というんですか。固体のことを地と言いますよ。これを物質と名付けているわけです。だから皆さん方、まだまだ物質主義といって、固体観念、固体主義といって、自分を固体だと思って。あなたは固体ではなくて、大気そのものではありませんか？固体ですか、大気ですか。固体は気体の仮の姿。固体は仮想、気体は。その気体と霊体とは、天体とは。大気のことを大天と言いますよ。天に変えるとは、固体が気体に変えることを天に変える。この固体というものは必ず気体をやるしてますので、天は何時のうちにあれと。じゃあ固体の本質は即大気ではありませんか？どうですか？その大気のことを皆さん大天と言ってますよ。天気と言って。天に変えるとは固体が気体に変えることではありませんか？固体は必ず